Hey, what's up? 山本です。私は今カタールドーハにありますハマド空港に来ております。本日お届けする動画ですが、カタール航空のハマド空港にあるすごいラウンジありますので、こちら紹介したいと思います。このチャンネルでは世界70カ国以上訪問経験のある元 B リーガー私山本が旅の情報をフライトレビューをお届けするチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日お届けするラウンジですが、こちらに見えておりますアルサファファーストラウンジというラウンジになりまして、このラウンジは僕が思うに世界一すごいラウンジじゃないかなと思っております。中の豪華さはもちろんなんですけども、使える人がすごく限られてるんですよね。具体的にどういう方が使えるかというと、カタール航空のファーストクラスに搭乗される方、あとはカタール航空のビジネスクラスに搭乗するカタール航空のプリビレッジクラブメンバーの一番上のランク、プラチナメンバーの方が使えます。他に使える方はカタール航空のビジネスクラスを使って、そこから650カタールリアル払えば使うこともできます。だいたい26,000円ぐらいかな。それの他にはカタール航空のメンバープリビレッジクラブ一般メンバーでも 10% オフになりますので、もし 10% オフ使ったら585リアル、それでも2万円前後はしてしまうので、なかなか使うにはハードルが高いラウンジではあるんですけども、その分すごいのでこの後紹介したいと思います。今回はカタール航空のファーストクラス使いましてカイロに向かいますので、その関係でこのラウンジ使うことができます。それでは早速ですが、ラウンジの中紹介したいと思います。ちなみにワンワールドのエメラルドのステータス持っている方で、ビジネスクラスの方は別にビジネスクラスラウンジ、アルムルジャンビジネスラウンジというものもありますし、エコノミーのワンワールドエメラルドの場合はまた別のエメラルド専用の上級会員ラウンジ、 JGC の方はサファイア専用のラウンジがあります。ちなみに今いる場所ですが、ファーストクラスの専用の保安検査出国審査を終えて、あるエスカレーターを登ってきたらこの場所に出てきます。もう1箇所別の入り口がありますので、乗り継ぎでこのラウンジ利用される方はここではないまた別の入り口に出てきます。それではラウンジ入りましょうか。まず早速絵があったりだとか、もうラウンジの中に滝が流れてるんですよ。本当にすごいよね。もちろん食事もすごいんですけども、今朝食の時間帯なので、これが昼夜になるともっとすごくなります。まず早速ですが、ゲームルーム、パレンツルームというのがありますので、こちらを紹介いたします。こっちがパレンツルーム、ゲームルームになってて、ここは何ルーム、授乳とかする場所かな。今誰もいらっしゃらないんですけども、こんなお部屋もありますし、あとはパレンツルーム、粉ミルクとかそういったのに作るとき便利な場所があって、その奥がゲームルームになっております。どんなゲームあるんだっけ、プレステ5とかあったような記憶があるんですけども、今はどんな感じかな、こんな感じですね。子供向けの椅子があったりだとか、こっちも同じですね、アニメが流れたりとか、テーブルサッカーがあって、この奥が XBOX でしたっけ、このゲームですね、 XBOX があったりプレステ5があったりだとか、あとすごいね、これ座っちゃいけないという意味なのかな、もうレーシングカーのようなゲームがあったりだとか、本当にすごいよね、ゲーマーにはたまらないんじゃないでしょうか。先ほどのゲームとは反対サイドにはファミリーエリアという部分があるんですけども、ここ確かファミリーじゃなくても使えたはず。前に行った時ここ使って共感だよな。フルーツ、フレーバーウォーターだとか、お水、ジュースなどありますし、パンもあるんですよ。でこの奥何があるかというと、仮眠できるようなブースがあって、ここのブースの他に専用の仮眠室もあります。なので以前来た際は仮眠室がいっぱいだったので、ここで少し休んでから仮眠室空いた際に仮眠室使ったというような状況だったと思いますので、この後また仮眠室専用のもうホテルの部屋です、そういったのもあります。こういったブースが結構多いんですよね。ここ、こんな感じのお部屋がいっぱいあるよというブースでした。また至る所にこういった調度品というのかな、いっぱいあるんですよね。例えばこれ11世紀から12世紀後に出てきたもので、だいたいこれあるのがセントラルアジア、中央アジアで見つかったものみたいです。でこれらは
ドーハのイスラム博物館で飾られているものみたいですね。なので本当にいろんなものが展示されておりますので、こういった美術館巡りとか好きな方はたまらないんじゃないでしょうか。これらも13世紀から14世紀、これなんか10世紀に作られたと言われているものみたいです。他にもご覧いただいている通り滝が流れてるんですよ。安らぐよね。これ本物の水ですからね。続きましてスパとクワイエットエリア紹介いたします。カタール国のファーストクラスの残念なところ、スパはあるんですけれども無料じゃないんですよね。例えばカンタスのファーストクラスラウンジだったり、キャセイのファーストクラスラウンジなどはマッサージ無料なんですけども、ここは有料なんですよ。それだけが少し残念です。ただしこのクワイエットエリア、完全個室のホテルのお部屋になります。いくら利用者が少ないファーストクラスラウンジへども待ち時間が発生しますので、ここ使う方は事前に予約することをお勧めします。ちなみに最大の利用時間は6時間前になりますのでお気をつけください。すでにここ予約入れておりますので、次こちら紹介いたします。受付の際は搭乗券を渡してこちらの登録フォームに書きます。名前とサインだけで OK です。ナンバー6、入りました。見てください、こちらの完全個室全部で12部屋あるんですけれども、無料で使うことができます。なかなかないですよね、こういった完全個室タイプのお部屋用意されているところ。昔であればマレーシア航空のファーストクラスラウンジも完全個室のお部屋があったんですけども、コロナ前にちょっとリニューアルがあって個室がなくなってしまったんですよね。なのでワンワールド系のラウンジ星さんの唯一じゃないかな。そして何も24時間営業やってるっていうのがありがたいですよね。ちなみにここシャワーブースがあります。ここからシャワー浴びに行かなくても全てこの部屋で完結することができますし、完全なベッドルームがあるよというお部屋でした。それでは少しここで休んでから次食事紹介したいと思います。スパは後ほど紹介するとして、この奥にもラウンジのエリアあります。マジでこのラウンジ広いんですよね。ムスリムの方向けのプレイヤーズルームがあったりだとか、あとはデューティーフリーショップがもうこの中にあるんですよ。エミレーツのラウンジもドバイで免税店が組み込まれてるんですけども、そこと同じような感じです。ただしエミレーツの方が一般の空港の免税店っていう感じがします。わあ、外もすごいね。あのモニターもでっかいし、でここら辺時計いっぱい売っております。あ、この時計のメーカー、ごめんなさい全然僕時計知識詳しくないんですけども、どっかの空港にあったな、アブダビのエティハドのラウンジだにもあった時計のメーカーじゃないかな。タグホイヤーは知ってるな。時計がいろんなブランド、これオメガかな、オメガがあったりだとか、いろんなブランドのものが売っております。あとはボールペンであったり手帳だとか、そういった時計以外のものを売っておりますし、すごいな、これラウンジの中ですからね。ファーストクラスの乗客などしか使えない、使える方がそもそも限られているエリアの免税店になります。本当にすごいな。まだまだ実はこれだけじゃないんですよ。他にもいろんな商品売っておりまして、スーツケースもありますし、そこもまた時計かな、時計ですね、ウブロの時計があったりだとか、そしてここの建物の中も免税店になっております。中はタバコだったりアルコールだったりチョコレートだったり、一般の免税店と同じようなものが売っておりますし、カタール航空のオリジナルのグッズも売ってます。熊のぬいぐみ、帽子、あとモデルプレイだったりボトルだとか、いろんなの売っておりますし、ブランドもの、これバーバリーですけど、バーバリーのバッグだとか、これはアラビックスイーツがあったりだとか、いろんなの売っております。他にも香水があったりだとか、 iPhone 持ってるのか、これ最新のやつですか、あ違うな、14プラスではあるんですけども、ここで iPhone も買えますし、充電のケーブル、純正品も売ってます。ヘッドホンだとか、あとはスマホのケースだとか、もういろんなの売ってるわ。 GoPro まで売ってる。以上が免税店になります。本当にすごいよね。続きましてビジネスセンターです。すごいな、こんな感じの雰囲気で。
デスクもいっぱいありますし、もうここをオフィスにしたいぐらいだわ。すごいね、ビジネスセンターです。ここの駅も開放的だな。もう天井高いから、もうここでバレーの試合したいぐらいだわ。そして見てください、よくわからないお文字ではあるんですけども、天井から下に向かって水が流れてるんですよ。ただし私は芸術的な感性が皆無なのでよくわからないんですけど、とにかくすごいということだけ伝えておきます。すごいなこれ、ほらバーカウンターです。お酒もいろんな種類あります。ここも開放的なので雰囲気はもう最高にいいですよ。続きましてダイニングコーナーになります。なんでこんなに席数があるのっていうぐらいダイニングコーナーマジで席豊富なので、ここはそんなに混み合うことないんじゃないかな。一つ二つとかっていうレベルじゃないですし、何百人も一気に座れるぐらい席があります。次は食事取ります。メニューはこちらの QR コードかざして確認いたします。果たしてどんな食べ物を食べることができるんでしょうか。ファーストクラスラウンジになります。それではメニュー紹介します。まずはピンクリボンのことについて書いてるのかな。朝食メニューです。いろんな種類、スムージーもあったりだとか、カットフルーツがあったりだとか、シリアルがあったり、メッツェがあったりだとか、正直朝食の時間帯はそんなにファーストクラスらしい食事を食べることができるわけではなさそうですね。卵料理があったり、ここら辺パンのセレクションです。11時から朝の4時半までがランチとディナーメニューになっております。チキンチャウダー美味しそう。スープもありますし、メッツェもありますし、あ、どうすっかな、迷うね。これメイン、お、すげえな、オーストラリアン和牛ビーフステーク、絶対美味しい。グリルチキンもありますし、シーバスもありますし、エビもあったりだとか、アーモンド、ティッキーって何だろうな、インド料理っぽいですね。ベジタリアンメニューになっております。これが何だろうな、パッパードール、読めない。これもベジタリアンメニューで、一番下がビーガンメニューです。あとはパスタのセレクション、 Choose your favorite pasta ということで、パスタもスパゲッティだとかペンネだとか、いろんな種類のパスタがあって、ソースもボロネーゼとかアラビアだとか、いろんなのがあります。ニューヨークチーズケーキ、桃とバニラのなんちゃら、チョコレートケーキもありますし、あ、これはいいですね、これはいいね。アフタヌーンティーということで、3時から5時の間別メニューがあるみたいです。サンドイッチだとかスコーンもありますし、紅茶も豊富。いや楽しみだね。とりあえず和牛ステーキは必須でしょ。でシャンパンは2種類です。何のシャンパンまでかよくわからないんですけど、これらが提供されておりますし、白ワイン、赤ワインともに4つずつ、赤ワイン5つですね、あります。デザートワインもありますし、ラム、ウイスキーもいろんな種類のお酒、先ほど紹介しましたけども、バーコーナー本当にいろんな種類がありますので、ファーストクラスランジ堪能することができるのではないでしょうか。とりあえずステーキは絶対食べます。さてまずはスープ到着いたしました。チキンチャウダーになります。めちゃくちゃ美味しそうなんですけど、いただきます。スープ絶対美味しいと思うんだよな。絶品です。鶏肉の味もそうですけども、これコーンスープなのかな。これはパンついてきますけども、このパンをディップしたら最高に完璧、めちゃくちゃうまい。このコーンスープ、コーンスープってやはりコーン入ってるんですけども、今まで飲んだコーンスープで一番おいしいんじゃないかな。絶品すぎる、最高だ。もうこのコーンスープだけでお腹いっぱいになりたいぐらいおいしいです。メインディッシュ到着しました。ただし残念なお知らせ、和牛はもうねえんだって言われてアンガスビーフになってしまいました。それだけが残念だわ。美味しければいいということにしましょう。多分美味しいとは思うんですけどね。アンガスビーフどんなもんか、あ、めちゃくちゃ柔らかい。これちなみにレアはできないって言われました。ミディアムレアでお願いしたんですけれども、あ、これは美味しいと思うな。ソースもありますので、ソースかけないで、ごめんなさい、つけて食べたいと思います。うまい、和牛じゃなくても十分うまいわ。次塩コショウで食べてみたいと思うんですけれども、こんな美味しいステーキがラウンジで無料で食べられるなんてもう幸せ
の中の幸せしかないわ。そして残念ながら塩が全然出てこない。ちょっとしか出てこないわ。マジか、諦めます。胡椒はどうでしょうか。胡椒は普通に入れてきますね。とりあえずこの状態で食べます。塩コショウもうまいわ。ごちそうさまでした。続きまして酸っぱいエリア紹介したいと思います。男女別になっておりまして、一部屋だけジャグジーブームがございます。キャセイのファーストクラスラウンジであれば5部屋ぐらいあるんですけれども、カタール国のラウンジは1つしかありませんのでお気をつけください。ジャグジー以外にも実際にスパを受けられるお部屋がたくさんあります。例えばトリートメントルーム、こっちもトリートメントルームです。わあ、いい施設だねここ。マッサージであったりスパ受けられます。こっちはまた別のタイプですね。すごいわ、こんな感じのお部屋がたくさんあるんですよね。ここはペディキュアのスペースになります。まあ、なので一応今男性の方入りましたけど、女性もここでやるってことなのかな、それとも男性専用かな、そこら辺は分かれてるとは思うんですけどね。あとはリラックスルームございます。ここすごくいいのよ。このソファー座るとダメになっちゃう人間。うわー、いい感じです。そして正面、滝のようにお水が流れておりますので、このお水が落ちる音で結構癒されるんですよね。反対サイドは女性側になります。ここは本当にすごいよ。そしてこの奥がジャグジーなんですけども、後ほど紹介したいと思います。でこっち側何やったかな、こっちがロッカーですね。ロッカーがございます。オートマティックドア、おすごいじゃん。もうホテルの高級スパのロッカーって感じ。一個一個がマジででかいですよね。でシャワーがここ2つございますので、シャワーブースがもし満室だったとしてもここ使います。いや、ここがシャワールームの代わりになりますね。今回使ったナップルームの中にもシャワールームあるんですけれども、ここはシャワーだけで使うこともできますので、その際に荷物はここに入れましょうということでした。なのでものすごくでかい、これ幅もかなり広いですし、高さも1メーター50センチぐらいあります。まだまだトリートメントルームあります。こういったところでスパ受けたいね。ただカタール航空のラウンジ、残念なところはスパマッサージが有料なんですよね。これが無料だったら完璧だったんですけれどね。スパメニュー紹介します。残念ながらこのラウンジスパ有料なんですよね。カンタスであったり、あとはキャスイのファーストクラスラウンジはスパ無料です。昔昔日本航空のファーストクラスラウンジも15分だけ無料だったんですけども、今はなくなっております。あとエミレーツのファーストクラスラウンジも無料ですし、今は休止しておりますが、タイ航空のファーストクラス用のロイヤルオーキッドスパというところがあるんですけども、そこもファーストクラス1時間、ビジネスクラス30分無料で受けることができるんですよね。なのでこの部分は少し残念です。メニューですが、いろいろなメニューあるんですけども、正直金額は結構高いです。一番安いので10分160リアルなのでだいたい6500円です。20分で230リアルのものからありますので9400円ぐらいなんですけども、まあまだ値段しますよね。なので懐に余裕がある方はぜひ受けてみてはいかがでしょうか。50分でチベットマッサージのかな、450リアルのものもあります。これだいたい日本円で1万8000円ぐらいするんですけれども、いろんな種類のメニューございます。トリートメントメニューもありますし、ボディートリートメント、あとはマニキュア、ペディキュアもあります。以上がスーパーメニューになっております。それではお待ちかね、ジャグジースペース紹介いたします。こちらがジャグジースペースになります。キャセイのカバナとはまた一味違ったような趣の施設になっております。見てください、どうでしょうか。結構大きいんですよねこれ。でバスローブありますので、ここは男女で入れるのかな。一応男性用の方に入ってみたので、女子側はまた別の建物になっているのかもしれないんですけども、いやすごくいいよこれ。先ほどスタッフの方温度測ったんですけど42度でした。あとはシャワー2つございます。これにサウナあれば完璧なんですよね。サウナはフィンエアのヘルシンキのラウンジのファーストクラスラウンジの方にございます。
いや、いい湯ですね。おじさんの入浴シーンなんか見たくないっていうのは分かってるんですよ。なぜなら僕の動画の視聴者の方ほとんどがおじさんだからです。おじさんがおじさんの入浴シーン見たいわけないじゃないですか。なんですけども、しばしばお付き合いのほどよろしくお願いいたします。ここにいろいろボタンがあるんですけども、なんだろうな、あ、ジャグジーのオンオフボタンですね。あとは、あ、ライトか、ライトのオンオフがあったりだとか、ジャグジーを強くするかな。なのでここのジャグジーはマックス1時間まで使うことができますので、ちょいとのんびりしてからここ後にしたいなと思います。最後にもう一度おじさんの見たくもない入浴シーンをお見せして大変申し訳ございませんでした。暑いわ。ずっと半身浴してるんですよ。肩まで使ってないんですけども、上半身も顔も全身至る所から汗、そして汗が目に入って若干痛いところまで来てます。半身浴の効果はやっぱりすごいね。快適だわ。最高な時間を今過ごせております。ジャグジー上がりました。暑いわ。途中熱中症の5歩ぐらい手前になりかけました。頭フラーとして水飲んでなんとか回復したんですけども、ここで今クールダウンしているところです。はあ、いい湯だったな。やっぱり浴槽に浸かれるって最高ですよね。キャセイのカバナも好きなんですけども、ここのジャグジー残念ながら1箇所しかないんですよね。でさらに使える方が限られているっていうのは残念なので、って考えたらキャセイのラウンジ、エコノミークラス登場のワンワールドエメラルドステータスの方だったら使うことできるので、相当太っ腹ですよね。少しここで休んでからまたお部屋戻ります。ダイニングコーナー紹介します。お箸があって、わさびがあって、ガリがあって、醤油がある。そうです、お寿司コーナーです。まあ、ただしお寿司ある言うても、これがベジタリアン向けであったり、この2つベジタリアン向け、卵、エビ、あ、マグロあるじゃん。マグロにイクラに巻き寿司のマグロかな、あとはスモークサーモンにうなぎあります。他にも奥の方にサラダコーナーあります。ディスプレイオンリーになっておりますので、自分で取るのではなくてスタッフに行ってこれとこれ入れてくださいみたいな形で注文します。ドレッシングもありますし、あとはここがサーモンですね。スモークサーモン、チーズ、トマト、オリーブ、あ、いいじゃないですか、モッツァレラのトマト、いろんなものがここにございます。あとはもう職員の方が今あそこでお寿司も作ってますし、ダイニングコーナー、メインのダイニングコーナーとは違ってゆっくり過ごすことができそうです。ちなみにここにゲートがあります。バス搭乗の際はここから搭乗することができます。あいにく今回の回路行きボーディングブリッジ使うということもありますので、ここからは搭乗できないんですけれども、今度来る際は使ってみたいです。注文した商品到着したんですけれども、ちょっと自分が思い描いた絵柄とはちょっと違うな。2年前にビジネスクラスラウンジ使ったんですよ。その際はもう全ての乗客がビジネスクラスに集客されておりまして、コロナ禍ど真ん中ということもあったので、そこでもイクラのお寿司があったので、イクラ丼みたいな形にしてもらったんですよね。なので今回もイクラだけくださいと、でご飯も一口分だけちょうだいって言ったらこんな形で出てきました。いずれにせよ美味しそうなイクラなので、このまま食べたいと思います。残念ながら僕の大好きなマグロはありませんでした。上にイクラがかかってて、中なんだろうな、これとびっこ周りでサーモンか、サーモンとこれオクラかな、わかんないけどもこのまま食べてみましょうか、うん、キュウリでした。スモークサーモンとキュウリとイクラ。スモークサーモンすごく美味しいね。いぶされ感が半端ないですわ。あとはトビッコのプチプチ感もたまらないですし、イクラも美味しいですし、あとはなんといってもオレンジジュースがうまいのよ。もうフレッシュオレンジジュース、普通にオレンジをこうギュッて絞ったあの味なんですよね。このジュースはマジでうまい。最高だ。次はこの一口サイズのご飯があるので、この上にイクラ乗っけてみよう。こんな感じでいきます。うん、普通にうまいわ。海外のラウンジでこういったの食べられるなんて本当にいいな。日本航空のファーストクラスラウンジでもお寿司食べることができるんですけども、イクラは一回も見たことないです今まで。マグロは何回もあるんですけども、
いくら置いてほしいな。前回カタールのラウンジ来た時もいくら丼みたいな形で、本来はメニューにないんですよ、メニューにないんですけども、いくら丼みたいなの作れるって言ったら、あ、いいよってことだったので、前回はそのような形でやっていただいたんですけども、今回もちょっと僕の思ってた意図とは違ったんですけども、本当に美味しいイクラで大満足です。海外でこんなクオリティのイクラ食べられると思いませんでした。こちらのコーナーではメインダイニングとは違ったメニューございます。 QR コードございますので、気になる方はここの QR コードをスキャンしてみてください。ザ・デリということで、朝5時から10時半の朝食の時間帯はこれらのメニューをいただくことができます。いろんな種類あるね。そして11時から朝の4時半までの日中と夜の時間帯はこれらいただくことができます。で、ここお寿司ありますので、まあ、先ほどもお伝えしましたが、まあ、ここが通常のメニューにはなるんですけれども、以前来た際だったり今回もちょっと特別なことをしていただいたので、毎回これができるというわけではありませんので、もちろん忙しい時間帯は避けて、忙しくない時間帯に大変無理を言って、こうこうこんな感じでお願いできないかというのをリクエストさせていただいたので、あとはもう何といってもオレンジジュースが美味しいのよ、おかわりさせていただきました。 Thank you。 お寿司も食べ終わりましたし、オレンジジュースも美味しいし、最高のひとときです。オレンジジュースはマジでうまい。他にもメディアルームというお部屋がありまして、まあ、シアタールームみたいな感じかな、ちょっとしたホームシアターのような感じです。こんな感じのお部屋になっております。本当にこのラウンジ素晴らしいの一言。あとはメインのラウンジの外にもこのようなスペースございます。正面の入り口入ってそのまま進んだらここの場所に着きまして、ラウンジの中は少し冷房が効きすぎている部分があるんですが、ここはそこまで冷房が効いてるなっていうわけではありません。正面に見えているのが正面のエントランスになっておりますので、乗り継ぎで利用された方はここに到着すると思います。いかがでしたか。今回はカタールドーハ浜野空港にありますカタール航空のアルサファファーストクラスラウンジ紹介させていただきました。使える方が本当に限られております。ファーストクラスの乗客であったり、ビジネスクラスに搭乗するカタール航空の上級会員の一番上のメンバー、もしくはカタール航空のビジネスクラスに乗って追加でお金払える方は25,000〜26,000ぐらいするんですけども、そういった方しか使えないラウンジということもありますので、そんなに人の数は多くありません。ただし朝の時間帯と夜の時間帯と夜長の時間帯はこの空港めちゃくちゃ混み合いますので、さすがにその時間帯はそれなりの人がおりますが、それ以外はもうほとんど人がいないような状況のラウンジです。今いるこの個室タイプのベッドがあるお部屋、なくなる率が高いですので、ここ早めに押さえた方がいいかもしれません。あとはジャグジーも一部屋しかないんですけれども、自分が使おうと思った時は全く待ち時間なくサクッと使うことができました。もしここの個室ブースが空いてなかったらファミリーブースあります。僕もそこで少し横になったんですけれども、そこで寝る分には問題ないですし、あとはスタッフの方に言えばブランケットを貸していただけますので、最悪夜間滞在でここが空いてない場合でも使うことができます。ちなみにカタール航空で航空券を直接買って300ドルかな400ドル以上の航空券で乗り継ぎ時間が長くて、かつもうその乗り継ぎ長い乗り継ぎ便しか選べないよという場合は、確かカタール航空安いホテル提供しますよというサービスがあるみたいなんですよね。航空会社によっては普通にそこまでの条件厳しくない状態で無料のホテル出すところもあるんですけども、カタール航空は完全無料にならないみたいなんですけども、4つ星ホテル5つ星ホテルが安く泊まれるみたいなので、いつの日かそれやってみたいなと思います。今回は夜通しのステイではなくって、朝に到着してそこから十何時間の乗り継ぎ待ちであるというような状況だったんですよ。ずっとこのラウンジに過ぎたので、この後ビジネスクラスラウンジ行こうと思ってるんですけども、尺足りるかな、ちょっと心配なところがあります。搭乗むしろ出発まであと2時間しかないので、他のラウンジも急いで行きたいと思います。なので予定にはないんですけども、ドーハ発のエコノミークラスの特典航空券発見して上級会員ラウンジは別の機会に紹介しようかなと思っている自分もいたり、どういう今後ルートをたどるか正直私全くと言ってほど決まっていないような状況ですので、またドーハに戻ってくるかもしれません。その際は別動画をお届けしたいなと思いますので、
その際は別ラウンジの動画もお届けしたいなと思いますね。ぜひ今後の動画も楽しみにしててください。ファーストクラスラウンジ本当に広くて開放的な作りになっております。食事も美味しかったですし、あとお酒の種類も豊富ですし、個人的にはオレンジジュースめちゃくちゃ美味しかったですし、あとは巻き寿司中心ではあるんですけども、お寿司があったりだとか、こういった個室タイプの仮眠室もあったりだとか、至れり尽くせりのサービスのラウンジでした。それでは今回の動画以上になります。皆さんぜひチャンネル登録をして旅行者気分を味わいましょう。その際の皆さんの高評価ボタン、いいねボタンです。ツイッター、インスタのフォローもよろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。